こんにちは。まあ、神社仏閣日本にはかなり手広くあります。まあ細かいものとまで入れると1000個ぐらい日本にあるんじゃないですかね。もっとあるかもしれませんね。まあ、私の住んでる近くにも神社ってのは本当にいっぱいあってですね、 Google マップにほとんど私はその神社に行った写真を埋め込んでます。ですんでアクセスも取れるわけですけどね。そして神社お寺というふうに、まあ、ありますけども、私ね両方とも同じような形で使わせてもらってるんですよ。基本的に神社って人がいない例が多いです。お寺ってのは大体人がいたりとか、そこで法要とかねイベントとかやってることがあります。で両方行くんですけども、行く動機ってのはやっぱりね、お願い事に行くんではなくて、以前はお願い事に行ってたんですけども、今はですね感謝ですね、ありがとうございましたと。誰に感謝すればいいのか分かんないんで、もうこういったなんか分かんないけども神社とかに行ってりゃいいんだろうみたいな感じで行ってます。まあですんで明確な仏様や神様を持ってるわけではないんですけども、もう言うなればこの大自然の力に対して、この大地や天の恵みに対してありがとうございましたっていうところですかね。でその証明としてここ数年はですね、神社に行くとこのカンフーの型をね一人でやるんですよ。太極拳とか、それとかお賽銭を出す時には普段はこれだけ稼げてます。ですんでこれを所得の、まあ私は1万分の1っていうふうにいつも考えてるんですけどね、1万分の1を入れておきますねってことで、まあ1万円をそっと入れておくんですけどもね、まあなんて言いますかね、そこの意識もだいぶ違うんじゃないですか。10円ポンと投げてお願い事をする人と、ありがとうございましたという形で1万円をすっと入れること、もちろんそれは神様や仏様に行くんではなくてね、そのお寺や神社に吸い込まれていって、それが修繕費になったりねなんかになるわけですけども、で結局神様っていうのはいないかもしれません。仏様も私たちが思ってるだけかもしれません。妄想の産物なんですよ。まあけどその妄想の産物が最もお金を稼いでるっていう現実はありますし、税制で優遇されているという現実もあります。そこをやっぱりこう私たちはねどのように見ていくかってことなんですよ。不当に儲けてるからそういうところから離れていようと思うのか、それともその儲けているという事実があったり優遇されているという現実に対してですね、自分だったらどうできるかなと、自分に対する優遇制度は何かないかなと思って別のアプローチをしていくとか、税制で有利なね節税方法はないだろうかって考えていくこととか、結局法人を作ることによって税制のメリットっていうのは大いに受けれますし、自分に対しての優遇制度っていうのはやっぱり見つかるわけですよ。男性に対するもの、女性に対するもの、法人の経営者に対するもの、一般労働者に対するもの、様々あります。まずはそうやってたくさんのことを知ることによって自分の勝手な思い込みとか情報不足とかね決めつけとか、そういったものによらないより公平で客観的な視点を持ってみると、やっぱり神社やお寺ってのはありがとうの報告に行くこととかね、それから落ちぶれた時でもまだ生きてますと、こんなことではくじけませんというふうなね巻き惜しみに言うところなのかなと思います。そして初日の出ですけども、それこそね私も早朝に起きていつも思いますけども、毎日日が昇ってるんですよ。毎日今日の初日の出なんですよね。その一日一日に感謝できるからこそ、明日の太陽が昇るまでに今日できることは何かないかなと思えば、来年から始めようなんてね間の抜けた言葉にはならないと思うんですよ。それこそ20代30代でね思うのと訳が違います。私たちはもうね時間がないんですよ。時間が残りの人生いつまで続くか分かんないし、50代60代でね豊かになっても楽しみのレベルっていうのはだいぶ変わってきますよ。やっぱり元気で体が動いて美味しいものしっかり食べれて、お酒も体のこと気にせずにね深酒ができてみたいなところにある楽しみにリーチしていけるのと、それから年を取ってねできなるなることが多くなる中で、まだできることをなんか使っていくこと、まあ食で考えるとちょっとしか食べられないから質のいいものが欲しいと思うようになるんですよね。若い頃は質のいいものを食べるお金もないですし、それこそ量食べるんでいいものばっかり食べてたらやっぱり大変になっちゃうんでね、まあ、ですんで年相応の質のものを求めるようになるのかなとかね、いろいろありますけども、私は今本当食がねだいぶ細くなりましたんで、質のいいものを少し食べたいなとかね、絶食に憧れてみたりとかねしますよね。でちなみにね最近ねナッツを食べるようにしました。男性ホルモンがこれでパワーアップするみたいなんで、ちょっとしばらくいただいてみようかと思います。高いですけどねナッツもね。はい、ということでね
初詣というタイトルでいろいろとお話ししましたけども、初詣は日々あるわけですね。そして初詣っていうのはお願いに行くんじゃなくて、初詣というようにありがとうございましたと感謝に行くところじゃないかなと思うんですよ。そして初詣に集まる人の中で、多分ありがとうございましたと感謝してる人っていうのはほんの一部なんじゃないかなと、一握りなんじゃないかなと思います。大抵の人はね、10円ポッチでお願い事をしに行って、それで結局神様なんていないよねということを繰り返していく、単なるセレモニーとしてイベントとして行くだけになってるんじゃないかなと思います。もちろんそういう楽しみ方もいいんですけども、その楽しみ方と引き換えに得られないものは大きいんじゃないかなと思います。でもはっきりと全てを割り切ってね、そして使えるものは使っていって、少ない条件の中で最大限の効果を出していくことを繰り返していけば、きっと月収100万なんてのは通過点に過ぎないんじゃないかなと思いますけどもね。はい、じゃあ初詣行ってきましょう。